小梅役を演じました石川瑠香です。こんにちは。こんなに満席の劇場を久々に見て、本当になんかごめん、歓喜は待ってしまいました。数ある映画が公開される中で、この作品を選んで見に来てくださって、今日はありがとうございます。磯部役を演じさせていただきました青木ゆずです。本当に今ルカちゃんが言った通り、こんなに満員の劇場を見るのは久々で、とてもなんか幸せな気持ちでいっぱいです。全く同じこと言ってるよね。すいません、全部聞いたよ今。すいませんね、そういうことしかできないです。すいません。本当にね、今日は短い時間、ちょっと静かにしてくれる？ごめん。すごい真面目に言っても、はい。今日は短い時間ですが、最後までよろしくお願いいたします。石川さんがずっと現場の中でも、その小梅っていう一人の人間であろうとする意識がもうずっと、本当ずっとあったので、もうそれに完全に甘えて、僕はなんか一緒にいただけっていう。いや多分甘えたのは私だと思います。あ、本当ですか？はい。そうか。小梅でいさせてくれたのが多分、磯部の佇まいを見て、あ、これなら私を抹消してもう小梅でいられるって思って、そうさせていただきました。ありがとうございます。それ楽屋でできる？今倒るから。すみません。ダメか。はい、青木ゆず事件。青木ゆず事件というか、また言っちゃうの。なんだい。やっぱ海辺の女の子っていうタイトルで、海辺の女の子本当に可愛くて、もう海辺の女の子役っていう、そう、高崎かなみさんっていう人が本当に可愛くて、で、ゆずくんが高崎かなみさんとのシーンを終えて、なんかどうだったって聞いたら、可愛かったって言われて、なんか私ちょっと小梅と混合してたんで、なんか普通にやきもち焼いちゃって、本当になんかだって可愛かったんだもんね。いや本当にこれが負けたってことなんだっていうのは本当にごめんね。差はさ、ひどいっていうか、いやでもそれくらい本当に海辺の女の子の役としての、完成度って言ったら言い方ちょっと違いますけど、なんか見てもらったらもう僕の気持ち分かってくれると思います。皆さん本当。はいね。完璧だったよね。完璧でした。完璧な小梅の敗北だったなって思いました。そうですか。実際にも感じてたんですね、それをね。青木さん、これ初めて聞きました？いや、2回目です。もう1回傷を負ってます。そうですか。じゃあ治りかけてたのに。かさぶたを剥がして。はい。少しください。どうでしょう。